アジリティ、ボリュームスタンダードですね、アジリティのコースはどうやらとんでもないコースになってます。ヨーロッパ選手権のトンネルトラップを思い出しますね。このスラロームの入りも非常にいやらしい。ほとんど真横に入ります。公式トレーニングではほとんどの国がこの真横にいられるっていうスラローム雲なくやってました。さあ最後の競技です。個人スタンダードのジャンプアジリティ、全長 160m、標準タイムは43秒ですから、旋回スピードが 4m 弱にセットされています。コースはとんでもないコースになっていますが、パトリックどう処理するんでしょうか。フランスチョコレートボーダーのパトリック、ジェラード・モッセの兄弟かと思うようなボールを受けます。真横、ほとんど真横に入るスラロームも全く考えてませんね。そして思い切りここはコンタクトスピードだ出してくるつもりでしょう。そして先行スイッチ、さらに先行スイッチというような感じのようです。スタートはどうするんでしょう。ナンスパトリック出してリードアウト、できるだけリードアウトしたいところですが、それほどリードアウトしないで入れるつもりですね。体を真横に開いて使います。さらにここも十分に二の引きつけて止める。さらにここも手で誘導するつもりですね。シーソー止めて飛ばして大きく先行スイッチ、そしてロングジャンプからそのままほぼまっすぐにスラロームに入れる感じです。さらに歩道橋はもうストレートになってます。思い切り飛ばすでしょう。マスパトリック、テンプも終わりでしょうか。出たです。フランスのイザベルです。チャンピングでは非常に素晴らしいスタートをしてきましたけども、思いもよらぬ罠にかかりました。個人
チームではチーム戦ではチームの成績に大きく貢献しました。イザベル今年は絶好調です。どう処理してくるのか、静かにコース見分してます。ここは先行スイッチをするでしょう。当然でしょうね。この後どうする。この後は当然先行スイッチするでしょうね。気になるのはスタートでしょうね。スタートするだけリードアウトしてトンネルのそばで先行に入れたい。まだ悩んでます。最初左回りが2回続きますから先行スイッチで使いづらいセットにはなっています。さあ最後になりました。個人スタンダードジャンピング、いや個人スタンダードのアリューティー最後の競技です。コースケ分も終わりました。去年のフィンランドナショナルチームのメンバーウォータースパネルとこのハブは彼がテストランをするでしょう。さあ始まります。スタートはできるだけリードアウトしたいところです。レストラン行きます。ここまでリードアウトするでしょう。そしてインで勝利するかアウトで勝利するか。やはりトンネルの入り口まで行きました。アウトですね。私が考えたのと一緒ですね。そして先行スイッチをしたい。手でリードするつもりですね。そうですね。終わりました。お手でリードしてうまいですね。この人はもう抜群ですよね。タッチはどうか。おっとバー落としました。タイムは34秒。サインスさあリトアニアでしょうか。ローデシアンリッチバックこの犬から始まります。かなりリードアウトしました。やはりリードアウトでイン側ですね。いやアウト側ですね。リードアウトでアウト側、あイン側から入れます。そしてここは先行スイッチはしないでA ランプを持っています。この膨らみ怖いところですよね。逆に A ランプの向こう側からトンネルを指示した方がいいんじゃないかという気がしますね。バック気味にスラロームに入れます。この方が確実でしょうね。ジャッジ何も手を挙げませんね。どうしたんでしょう。左犬でタッチを踏ますのは苦労する。さあ、ビニッシュ。標準
タイムは43秒です。個人タイム43秒。2番目はリンダーです。前日で18頭の犬が失格になりました。ナンバーのゼッケンの遅い順からやっていきます。したがってこの失格犬の中には、かなり速い犬もいるはずです。前日は、リトバの罠に引っかかりました。リンダさあやはりリードアウトするか。かなりリードアウトしました。リードアウトしてそう。はい、スピード落してますね。やはりリードアウトしつつもスピードを殺さないと考えてますね。抜けてきましたね。タッチは確実です。ちょっとロスしましたけども、楽々標準タイムをクリアしてきます。なんと5秒台。チェコのラブ、この若干コントロールが甘いです。ですからこの、このコースだとちょっと苦しいんじゃないでしょうかね。かなり確実な線を狙っていかないと危ないですが、大丈夫でしょうか。かなり犬と離れる作戦出てますけども、いくだけ犬に近い方がコントロールは確実なはずです。さあ難しいところは過ぎました。うまい、はい、はいです。緊張ですね。さあこのタッチ、はい、上りのタッチも苦しい。あれ下り今飛びましたけど取りませんでしたね。大丈夫だったんでしょうか。フリータイムクリアしてます。オランダボーダー、うまーく入れました。今非常によく犬見てます。おー、非常によく犬を見てます。このほとんど真横のスラローも1頭も簡単に入れてきます。うまい。さあどうだ。タイム33秒台が出ました。33秒。チェコのボーダーボール、全長 160m で3秒台ですから、ほぼ旋回スピード5メートル、このよく滑るコースで旋回スピード5メートルを出してきています。恐ろしいですね。34秒台を上回れるのがいるのか。インに入りました。うわー、いつも簡単にこの、おーっとスラローム、よく見てました。あれ失格ですね。スラローム最後抜けたままやりました。本人諦めてましたね。はい、オランダボーダー失格してます。この失格圏の中には相当速い犬いるはずです。現在33秒台が一頭出てきました。33秒台ほぼ旋回スピード秒速5メートルです。ほーら、このね、まあドジスタートに近いですけども、リードアウトしないと非常に苦しいですよね。このコースはフィニッシュで終わるでしょう。確実リュートパの罠に引っかかりました。オーストリアのマリノはベテランです。これも同時スタートいった。すごいですね。もうやけくそと言いたいぐらいですけども、はい、
先行スイッチ入れた。はい、ショートカットした。タッチ取られましたね、当然ですね。下りは大丈夫でした。タイム出ません。フィンランドのタービレンです。まだ失格圏続きます。この中に相当速い犬いるはずです。さあ、出発前にスタートしました。まず1箇所目、続いてトランプ、さあ、続いて引き流しはどうする。先行しない。おーっと、この罠に引っかかりました。拒絶取られました。スラロームは確実な線を取りましたね。さあ、このタッチ、は確実だったようです。スラリも確実です。さあ、フィニッシュ。おっと、これまた拒絶、2回目の拒絶ですね。これ4秒台です。白井、昨日はリトバの罠にまんまと引っかかりました。今日も若干犬から遠い、本来犬と近いハンドリングが持ち味のはずです。白井本人それに気がついてるかどうか。リードアウトがちょっと短いような気がします。できるだけ犬の近く、犬から離れないハンドリング、うまい。さあ、難しいところクリアしました。うまい。うわー、先行スイッチしない。そう、難しいところ取れた。あ、しかしいいです、いい形で入りました。あー、来ます。さあ、コンタクトは確実だ。よし、さあ、タイム出してきます。試合どうだ。タイムは36秒台。見事です。パーフェクトランです。イザベルです。昨日圧倒的なスタート、抜群の前半の走りでしたが、リトバの罠にかかりました。思わぬ罠です。先行スイッチの女王、圧倒的な。この辺はうまいですね。もう、もう犬のテンションもすごいです。先行スイッチ出た。最後、ここは走れば走ろうとスピード出る。スローローも入れた。うまい。さあ、これはタイムきます。さあ、コンタクトどうか。うまい。さあ、先行スイッチ入れた。よし、もう一つ入れない。33秒台、やっぱり33秒台出しました。イザベル、すごいですね。南アフリカ、これ頭撫でてます。何かにさせています。確実なハンドリングです。右側に入った。しかし、いや、あのままやってきます。もう相当練習してます。うまい。はい、ノーミス。37秒台。昨日リトバの罠にかかりましたクロアチアのキャプテン、
クロアチアンチパドすごい。あー、またもまたもトンネルトラップにかかってしまいました。悠然としております、クロアチアのキャプテン。ベルギーです。おー、口の白いボーダー、うまく入れました。おお、ちょっと飛びましたけど大丈夫。あ、手上がっております。タッチを取りましたね。相当遅いた手でした。おお、これバックでいく。おし、負けた。さあ、問題のタッチだ。ボールタッチは完璧、左も確実。さあ、フィニッシュ。はい、39秒台です。オーストリア、ヨダーコリン。この人は若干遠隔気味に処理します。さあ、最初のトラップをどうするのか。リダウトしました。確実な線を狙ってます ね。絶対確実ですね。あ、ま、あ、失格を取りました。ドイツのボーダーコリー、フィードアウトします。そうですね、絶対確実な線を狙います。変化スイッチ入れました。これはこのレナップの後の処置を嫌ってですね。そうですね、ここも変更スイッチ入れるでしょう。そうですね、イン側に入ってちょっと膨らましながら膨らむんでした。うまいですね。おお、タッチはどうか。うまい。みんな変更スイッチ入れない。もうリアでいく。そう、うまい。35秒台が出ました。ブラジルのボーダーコリー。そして2回目、やはりリードアウトしてきますか。してきますね。対角射線を狙ってきます。リードアウトして、アウト側から行くか、右側から行くか。アウト側から行きましたね。そうですね。そうそう、うまい。このボーダーも速いですよね。うまい。うん、遠隔を使って。そう、スラロームどうだ。うまいね。素晴らしいよ。さあ、コンタクトはどうか。おっと、あー、バウトした。もったいない。タイムは34秒台です。リトアニアのシェパードです。Por pouco não vai pra cabeça, hein? おっと、ここでスイッチ。これはあぶれるだろう。おっと、外から入った。拒絶を2回取りました。失格組の最後です。スペインのエスパネル。エスパネル。
をよく手でリードしてます。シュートスイッチを入れた。あーっと外した。リード取られます。さあスラローム膨らまして入れた。ブラジルのボーダーコリン、ここから減点組が出てきます。減点が27あります。これバーをたくさん落としたいんでしょうかね。まあ、っと出てしまったというところでしょうね。そうですね、これは苦しいですよね。失格です。南アフリカのボーダーコリー、リードアウトできないと非常に苦しいです。このコースは アウト側へ入りました。はい、十分にリードアウトできましたね。余裕を持ってコントロール、アウトコントロール、ね、上昇タイムにはマイナスでも絶対確実です。そう、おお、おお、スイッチ入れた。うまい。拒絶取りまして今頃ですね。そうですね。しかしブラジル結構やる、あ、ブラジルじゃない、南アフリカ結構やります。今のスイッチ、リアスイッチはバッティングになりましたね。ちょっと時間ロス、タイムロス。リトアニアのシェパード14秒台、14点台の減点があります。さあ犬スピードはありませんので、あまりリードアウトしませんでしたが、失格にはなってます。危ないところ、拒絶にもなってます。遅いから助かったと言ったところでしょう。そう、非常に慎重に誘導しています。ソールオソールという形でしょう。うまい。おー、あー、うまい、綺麗に入りました。今のはタッチ取られますね。ここはバッティングつけて、そう、タイムロスしょうがないですね。10秒台です。イタリアのボーダー13点台のマイナスがあります。リードアウトしない相手。おー、うまく持ってきた。おーっと、なんかキアラっぽい。おー、は、立っておられましたね。キアラっぽいハンドリングですね。イタリア流。そう、ヤプリも入れた。おー、この男、脚力ある。将来楽しみですね。早いタッチは一つ取られてる。上りは大丈夫だ。下りは、おっ、下りも取りましたね。取りました。おー、さあ、タイムは34秒台。スロバキアのビズラ、そう、ハンドラ先行するけど犬が来ない。ちょっと先行しすぎですよね。もうちょっと障害よりは走った方が犬はスピード出るはずです。そう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 、さあ一緒に走る、その方がスピード出るんですよね、この犬は。スラロームはうまく入った。おーっと、同居でエアスイッチ、すごいところで先行スイッチした。うまいだけど48秒台。
ポーランドのアメリカンスタッフォード。リードアウトしない。できないのか、しないのか。あんまり速くないな。スピードに合わせて確実に誘導します。そう、ここもですね、普通だと安易に先行 しやすいところですが、先行しないでトンネルの出口で待ってました。このハンドリングいいですね。スラローム拒絶取られます。標準タイムクリアできるか、ちょっと難しいかもしれませんね。これ同郷の上り確実下り、ペアあります。先行スイッチ入れた。51秒です。デンマークのボーダーコリー2ミス取られてます。タイムでの減点はありません。この間非常にやる気のあるんじゃなかったですかね。さあどんな走りを見せるか、どんなコントロールができるのか。座らせました。アイムはもうやる気十分。ノルウェーのボールが出ました。ロージスタートに近いです。前うまくコントロールしました。そうそう、 A ランプでリアスイッチしましたね。今ね前2回踏みましたよ、ね、さあしてバックで入れたい。そうですね、この方が確実ですよね。さあ走ったら踏めるか、非常に速いです。確実。そう。タイムは38秒台です。リトアニアのジャーマンポインター。ちょっと集中力に欠けてるんですね。そう。なかなか出てこない。かなり欠けます。遅いと審査員ジャッジはラフでいいですが、さあ手拍子がだんだん鳴ってきました。スロベニアのギューちゃん、クリアしました。早い。これうーん、ちょっと甘く見ましたね。逆にアウトからリードアウトすべきだったでしょう。ノルウェーのボーダーです。昨日7ポイント程度の減点をもらってます。おそらくミスが一つにタイムでしょう。かなりのスピードのボーダーですが、なんとかいけました。相当スピードありますね、このボーダーも。遠隔を使ってます。おすごいですね、いい遠隔です。おっと、やっぱタッチを取りましたね。デンマークのタービー。この辺はデ
デンマークはよくトレーニングしてるはずです。スイッチ、あっ抜けた、よく抜けますこの先行スイッチ。裏目に出ましたね、今の先行スイッチが。スラロームは確実です。タッチはどう、タッチもいいですね。よし、無料台になりました。ラトビアでしょう。51番ジャイアントシュナウザー、あまりスピードないです。あえて同時スタートできました。先行しない方がいいんですよね。手拍子を踊ってきます。ラロン、危ない、安易にパンドラが先行すべきじゃありませんね。ラトビアのアイリッシュテリア、出ました。同時スタートに近い、大丈夫でしょうか。うまく出ました、いいポジションに来てます。さあ、うまくコンタクトを取った。さあ、スラロームをもう返した。コンタクトかどうか。大丈夫です。ルクセンブルクのボーダーコリ 6.72 のゲージ。スピードアウトできるか。アウトコントロールに近いです。これが確認でしょうね。そう、そう、大丈夫だった。スガロー迷ったるに行ってます。さあ、タッチ、大丈夫ですね。タイムは35秒台でした。リトアニアのジャーマンポインター2投目です。リトアニアは 大型犬ばかりです。同時スタート、ほとんど同時スタートですね。うまくいりました。こちらの犬の方が集中力あるんです。体は非常に良いことに開いて、これは拒絶を取りませんでした。スイッチ、標準タイムの設定は甘めです。でした。さあ、どうだタイムは。
37秒台クリアできません。ルクセンブルグです。ああ、なんだこの位置。そうですね、ハンドラーはこの位置です。ほぼ同時スタート、右側から呼ぶという作戦ですね。ちょっとアウトにぶら下げました。面白いね、アウトを塞いで、ボスのお父さんのようなんですね。ヒットした、出たおっと、タッチ取りましたね。リングの接触を取りました。リアです、アニアでしょ。パル。すごすぎました。そう、足に向けて、さあタッチは大丈夫ですね。左も、あ、下りは取られました。さあタイムは45秒台。ポルトガルのブラック。チーム戦では、いい成績でした。おお、素晴らしい、来年の世界大会の開催国ポルトガル、ブローメンダル非常に、あ、いい感じできました。さあ難所は突破してきた。最後の難所、スラロームの入り口、右側から行ってバック、うん、これうまいですね。よし、うまいです。はいはい、グッドハンドリング、タッチ、タッチは確実、下り、下りも確実、いい。さあ行け行け、さあキャプテン頑張れ。よーし、行きました。36秒台やりました。はい、さあポーランドのチェコ、ウルフドッグ、これ右に書いてます。あ、いいのかな。はい、はい、同時スタートですね。ほぼ同時スタートでました。そう、さあ至ってのんびり走っております。さあ、おー、行きました。ポーランド、ちょっとウルフドッグ、完走に向けて走ってるんです。おっと、これはミスを取ったんでしょうか。タッチは確実です。先行設定か、もう一つ先行設定か。さあ10秒台です。さあリトアニアのシェパード、リトアニアはこれで最後になるでしょうかね。ジャーマンポインター、ローデシアンリッチバック、シェパードが2頭、5頭、さあ出ました。危ない危ない危ない、接触は、あ、取りましたね。接触を取りました。先行スイッチです。アウトをかぶせてくる。ここは接触取ってません。歩いてますよ。疲れた。ここは着きました。あ、もしかして早く、そう、うまい。ハローも気になりました。さあコンタクトは確実だ。はい、ここも確実。アウトコントロールできました。9秒台、ブラジルのシェパー、ラクチート。なんか嫌がってます。
を見せています。緊張でしょう。うまく入りました。そうそう、先行スイッチできました。確実です。誰も確実です。犬の名前はリッチでしょうか。チリチリしていっております。リッチでしょう。さあスラロム来ました。もう間を縫うような蛇のようなスラロームでしたが、あっと転げ落ちました。これはどっちに取るか、どっちに取るか、どっちに取るのか。拒絶に取りました。犬が戻るのを見てからジャッジ手を挙げたような気がしますが、ねえねえ、はい、さあクロアチアのアメリカンシュタッフホールテリア、この犬までですねタイム減点を取られているのは、この後はもうサーキットミス、5ポイントのサーキットミス取られているだけです。あ、危なかった。前からかなり腕上がりましたけども、そう、タッチは確実です。こっちも確実です。そう、35秒台ノーミスです。フランスからとしてはセラムのボーダー、昨日ワンミストラックです。フランスのボーダー、さあ心当たりからちょっとずつ速いの出てくるはずです。タイムの減点じゃないです。サーキットの減点でここまで来ているんです。アウトから入れた一番確実ですね。うまいですね。これはうまいですね。スピードは落としてないですが、大きく膨らみました。素晴らしい。さあタッチはどうするのか、駆け抜けるのか。駆け抜けました。すごい、手上がりました。残念ながら手上がりました。しかし34秒台ワンミスしてます。オランダボーダー右側からそうコントロールしました。そううまい。あっとそうですね、これもトラップです。イタリアでしょうか。名簿ではイタリアになってますが、156でしょうか。ちょっと絶景見えません。156じゃないですね。かなりリードアウトしてスウェーデンの実験のようですが、うまく入れました。先行スイッチ、お、先行スイッチでリアスイッチ、すごい考えました。82番ですね。彼はリストから漏れてるんでしょうか。これうまくいきました。タッチはどうか。うまくいった。左は飛んだ飛んだ飛んで手が上がりましたね。やっぱり82番、4秒台ワンミス。182番リストから漏れてます。これ何番でしょうか。アメリカですね。そーっとここまでリードアウトしました。座らせてからスタートです。出ました。インガワから確実に入れるんですね。遠隔を使います。ここも確実に入れました。そうそう、遠隔ですね。そう、遠隔です。
かなりスピードに乗ってます。見事です。さあタッチは、タッチはアメリカは確実です。おお、これはかなりのタイムスペース。35秒台のノーミスです。ベルギーのサリーです。サリー・アンドリュース。彼女も速いはずです。リードアウトします。相当リードアウトするでしょう。アウトから根を抑える。この方が確実でしょうね。さあ、うまくいった。そう。そう。それこそ行ってきた。走る。ここは駆け抜けていくでしょう。そのままうまい形で入れました。さあ、コンタクト。コンタクトどうだ。走った。さあ、確実だ。このタイム出てきますね。さすがサリー。33秒台前半、すごいタイム出してきます。すごいですね。今度旋回スピード5メートルできます。さあ、今度はバーの落下でこの位置です。うまく入れました。ここも気をつけていきます。そうですね。落ち着いてますね。非常にいいですね。そうです。安易に先進まないです。考えてます。ちょっとロスあります。スリコスイッチしない。うまいですね。うまく考えました。はい。よーしよ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 し。さあ、こちらどうだ。あっちは確実だ。よし、さあ、これなら来るでしょう。はい、うまい。38秒台やりました。パーフェクトランです。クロアチア、昨日はワンミスになりました。さあ、もう心当たりの圧倒的に速いです。かなりリードアウトしてインから行くのでしょうか、アウトから抑えるんでしょうか。やっぱりアウトから抑えますね。絶対確実な線を狙ってきます。そうそう、危ない。この子だったら先行スイッチして上から向こうからかぶせるのが本当でしょうね。これは攻略ミスでしょう。そう、簡単にバー飛んできます。ドイツじゃないでしょうか。218、ちょっと名簿の方が混乱しています。いずれもワンミスです。まだ位置を直しに行きます。絶対リードアウトしたいところですからね。安易にはスタート切らせません。さあ、うまく出ました。そう、危ない。ちょっとドイツらしからのハンドリングですよね。156イタリアです。同じくワンミス。この辺の犬は速いです。イン側から行った。ここはどうする。ここもイン側で行く。そう、しがみついた。すごい。そう、うまい、うまい。おー、そう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 。タッチはどうだ。タッチは確実だ。ここも確実だ。さあ、この犬そこそこのタイムで来るでしょう。はい、オランダです。オランダボーダー、リードアウトしていくでしょう。相当速いはずです。このボーダー見ました。ゴーできました。ゴーも吠えてます。
危ない。おっと大丈夫。向こう側取りましたね。A ランプで先行して、ちょっとロータス取ってます。スラロームは綺麗だ。さあタッチはどうだ。おっとタッチは右だ。バックで34秒台30。フランスマーフィー、犬はマーフィー。さあリードアウトしてアウトから抑えるということでしょうね。そう、これは勝負来てますね。すごいすごいこれですもん。わーすごいね。いやー少しじれた。走る速い。すごい、犬よりとにかく人間が速い。さあタッチはどうするんだ。うわー取られた。すごい先行スイッチだ。うわーもう32秒台で来てる。恐ろしいです。リトアニアのシェパードでしょうか。ここからはタイム減点の組になってます。いやーフランス見せてくれますね。しかしもう嫌がってます。これ拒絶を取らないとおかしいですよね。かなり嫌がってます。2回ですね。あ、うん、大丈夫ですね。そうようやくいいですね、はい、これはしっかりですね。さあスロベニアの彼女、大きい方のマリノワです。ロジスタート出ました。はい、いい感覚ですね。いい感覚です。ハンドリング感覚いいですね。おお、まあ犬の方の神経が遅いですからハンドラも余裕を持って対抗できます。さあうまい、うまいですね。3年4年ぐらい前まではあの角度のスラロームは1回アウト側へ振ってから入れてましたけども、ダイレクトに、なんともないよね。なんとも41秒台。さあイタリアのラブ、226番イタリアのラブ。おっと出ちゃったという感じですね。大丈夫でしょうか。はい入れました。さあうまいです。大丈夫ですね。スイートスイッチから、そう、ラブジです。ポーランドのターベレン、運河から入れ、きれいに入れました。この辺りの組はタイム減点がついてます。スピード的にはもう一つなんです。拒絶、拒絶じゃないですね。今何でしょう、手のひらが上がってましたが、危ない、ダイレクト、タッチアウト、大丈夫、はい、おっと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 、おお、ようやく止まった。25秒台。